やっと話がつながったわ。何の話だ、ロビンちゃん。ワッフルドを研究する学者の手記を思い出したんだけど、アディオの一族とおぼしき記述があった。思い返せばワッフルドの歴史と重なる部分も多かった。なんて書いてあったんだ。差別や迫害を受けている、海軍の追跡から逃れていること、そして彼らの故郷がこのワッフルドであることなど。リムの話と一致するわね。その人たちは今どこにいるの。それは一人残らず海軍によって逮捕され処刑されたと。よし。それじゃあ、あいつがワッフルドに迎えようとしていた仲間ってのは一体誰なんだよ。そう、もう誰もいないことになる。じゃあ仲間を呼んで一緒に暮らすって話は嘘なのか。それならなぜ嘘をついたの。まさか仲間のために海軍に復讐するつもりなの。でもそれリムは関係ないじゃない。どうする、ルビン。アディオに会いに行く。俺たちに嘘ついてんのか敵なのか考えたって答えは出ねえからな。そうだな。俺はリムを諦めねえ。待ってろよアディオ、本当のことを話してもらうからな。見えてるかよ、ポロロッカ。俺たちがあれほど苦しめられた海軍がこんざまだ。まあ、本当ならこの力で裏切り者のお前を殺して死んだ仲間たちへの手向けにすべきなんだ。今は予定通りこの世界を作り直し、俺たち一族の呪われた運命に決着をつけるだけだ。待てよ、アディオ。お前なんか知ってんだろ、教えろ。本当にしつこいな、ルフィ。お前に撃たれたリムはこんな箱になっちまった。それはリムなのか。まあ今となってはどうでもいいがな。どうでもいいだと。お前が何を吹き込まれたかは知らねえが、俺には邪魔だっただけだ。リムはお前のこと家族だって言ってたぞ。
あいつは家族なんかじゃねえ。俺の本当の家族は全て死んだよ。リム、そいつは俺が神の息吹に至るまでの単なる駒だ。駒だと？お前らがこの島で暴れてくれたおかげで俺は神の息吹を手に入れることができた。そういう意味じゃリムもお前らも少しは俺の役に立ったな。だがここからは俺だけでいい。誰もいらねえ。これが一人だからできることだ。俺はこの世界を壊し正しい世界に作り直す。それを邪魔する者は全て排除する。麦わらのルフィ、お前もお前の仲間もだ。リムとの約束だ。俺はお前を一人にしねえ。ぶっ飛ばして目覚ましてやる。無駄だぜルフィ、俺はもう止められねえ。竜巻か、飛ばされんじゃねえぞ。言ってろ。こっちは足腰の鍛え方が違うんだよ。よし行くぞお前ら。一部銀、こいつ強えな。ギアフォース、ゴムゴムのキングコングか。海賊ども、その程度の力じゃ俺の魂には届かねえ。もっと本気でかかってこい。悪いが俺の前に立つなら消えてもらう。ゾロ気をつけて、大きいのが来るわよ。こいつ強えな。よし、交代だ。これ食ってくれ。助かった、チョッパー。おう、
て続けにこいつを食らい続けたらさすがにこっちが持たねえか。よほほほ、あのお魚さんかなりの芸達者みたいですね。なんて威力なの。あれに海軍がやられたのね。これが島に上陸した時にあった氷柱の正体だったのね。ぶっ飛ばしてやる。三刀流極上大竜巻、ぶっ飛ばしてやる。ギャッホース、ゴムゴムのキングコングガー、テンペスタ、やるじゃん。ミルフルール、ギガンテスコマーノ、ストンプ、なぜだ、神の息吹よ、なぜ攻撃をしない。何かが邪魔をしているのか。テンペスタ、ちょっとやばいかもな。やるな。俺が万能薬になるんだ。無駄だ。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムの、レッドホーク、まだ抵抗するか、神の息吹。いつでもいいぞ。三刀流極上大竜巻。
吠えやがった。ついに自分の意志で動き出しやがったか。長い拘束から解放されて力を抑えられなくなってる。いいだろう。思うがままに暴れるがいい。世界の終わりは今思いがけずに始まった。自ら動き始めた神の息吹は全ての大地を焼き尽くすだろう。どうだ麦わらのルフィ、お前が信じる仲間や絆でこの力を止められるか。うるせえ、こんな魚なんか叩き潰してやる。なんだよお前、怒ってんのか。悪いけど暴れられると困るやつがいるんだ。ちょっと黙ってもらうぞ。何やらお魚さんの様子が変わりましたね。あれは一体何なんでしょう。何かは知らねえが、あいつの周りを囲ってんな。あれは、そうか、嵐で壁を作ったのね。バルジモアの科学でもあんなのは見たことはねえ。アディオの能力ではない、神の息吹が身を守る盾を生み出したのね。よし、みんな準備できてるな。行くぞ。おう、援護は任せろ。シャツゴムゴムのシャツ火炎武士ピストル武器。いつでもいいぞ。三刀流極上大竜巻。あお、やつが落ちたぞ。やるなら今しかねえ。ルフィ、終わらせろ。とどめだ、魚。これは気を抜けなそうな相手ね。全力でいきますよ。はい、失礼します。ソウルソリッド。先手を打たせていただきます。ギアゴール。スネークマンゴムゴムの。さあ、準備はよろしいですか。行くぞ。一刀流いよい。シッシッソンソン。
さあ準備はよろ。あっ、仲間の力を見せてやる。モンスターポイント。凍える剣、コツとご覧あれ。サード、ゴムゴムのギガントピストル。さあ準備はよろしいですか。一刀流いよい。シッシッソンソン。凍える剣、コツとご覧あれ。行くぞ。北帝ハルメ。先手を打たせていただきます。ソウルソリッド。私に海賊の意地がある。先手を打たせていただきます。三刀流黒城大きさ巻き。の壁が消えたわ。今がチャンスよ。ルフィ、外すんじゃねえぞ。ルフィさん、頼みましたよ。私に海賊の意地がある。私の番のようね。オチエンタフルールクロトワマード。肩をつけるとするか。九刀流アシュラピチブギン。
これは一筋縄ではいかなそう。ミルフルール、ギガンテスコマーノストンプ。怖くなんてねえぞ。なんてことだ。神の息吹の明かりが消えた。手間暇かけた計画だったんだぜ、ルフィ。まだだ。まだ手はある。この世界にはまだ神の息吹のような古代の遺物があるはずだ。そいつを探し出せば俺はもう一度やり直せる。海岸のサニーが危ねえ。ルフィ、俺はここに残る。みんなはサニーを守れ。俺にはまだやることがある。おう。そうだな、いいこと思いついたよ。ワフルドの嵐を乗り越えてなお無事だったお前の船、ありゃ素晴らしい船だ。武装を追加すりゃ新世界の海も越えられそうだな。そこでだ、俺はサニー号をいただいていこうと。嬉しいぜルフィ、お前は最後まで役に立つ男だ。ふざけんじゃねえ、そんなの俺が許すわけねえだろ。そう言うだろうと思っていた。だが欲しいものは奪い取る、それが海賊の流儀だ。お前らに合わせてやってるだけさ。そうだな、じゃ俺も今から海賊ってことにするかな。世界を滅ぼすついでに海軍も海賊も皆殺しにしてやる。あ、そうすると俺は海賊王ってことにならねえか。悪いなルフィ、世界を掌握するのは俺だ。本物も知らねえ奴が海賊を語るんじゃねえ。リムや俺たちの自由を奪うお前が王になれるわけねえだろ。何を言ってる。昔俺の邪魔をした海賊も言ってたぜ、思うがままに奪い取り支配する、そうして世界のすべてをその手に掴んだ者こそ海賊王と呼ばれるのだ。さて縁も竹縄、どちらが正しいか力で決めよう。それもまた海賊の流儀だろう。アディオ、お前は何も掴んでねえし、俺も何も渡さねえ。お
前が海賊を語るなら海賊として受けて立ってやる。俺はこの力で全てをつかむ、奪い取る。この世界には自由を奪う目に見えない大きな手がある。その腕がこの世を思いのままに操ってやがる。クソったれたこの世の断りってやつだ。俺は散々見てきたぜ、信じられるものなど何もないってことを。印だってお前の魂だって言ってたじゃねえか。それがお前の信じてるもんだろうが。俺は誰も信じねえ。この世の断りを変えてやる。徹底的に破壊し尽くし正しい世界を作り直す。軽いな、何も持たねえお前の拳は。俺の拳が軽いだと。俺は一人で夢を成し遂げる。仲間なんて初めから必要なかったんだ。だがそれでいい。こんなところで病気にやられちまうとはな。手足がしびれてまともに動かねえ。まあポロロッカの記した航路だ。すぐに嵐は去るだろうぜ。あいつは航海士としての腕も抜群だからな。そういえばポロロッカはどこだ。世界政府の高官ともあろう方がせこい話をするものだ。なんだ、何を話している。公開処刑がお望みなんだろう。毒で弱らせてあるが殺しちゃいない。奴が最後の一人だ。大物だからな、慎重にもなるさ。俺は逃げた。いや、死にたかったのかもしれない。皮肉なことに俺は俺たちを追っていた海軍艦に引き上げられた。
護送船から逃げ出した俺は手にした新聞の小さな記事に我が目を疑った。政府の役人がつまらねえ罪で処刑されたと書かれたその記事にはポロロッカの写真が添えられていた。俺たちの200年の苦しみも、あのクソ野郎の裏切りも、すべて誰かの手のひらの上で踊らされていただけのことだった。大丈夫、ルフィ。船は島の裏に退避させた。ただちょっとと逃げねえと、ここも危ねえ。決着がついたのか。リム、お前元に戻ったのか。嘘。リム、いや待て、なんだか違う気もするぞ。瞳の色だ。リムちゃんは青かったが。そうね。どういうことだ。後で説明するわ。お前リムじゃねえのか。違うわ。でもあなたたちの知っているリムは大丈夫よ。銃撃は急所を外れていたから、キューブは光を失っていないわ。本当か。よかったなリム。なるほど、お前がリムの本体、あいつはお前のコピーってことか。さっきの戦いの中、神の息吹の動きを邪魔したのもお前なんだろう。そう、私が止めたの。でも結局神の息吹は自分を意のままに操ろうとする人を見限ってしまった。巫女である私も含めて。そう、世界はそれで終わるはずだった。だがこいつらの言う絆の力、俺がとっくの昔に捨てたその力は、世界を破壊するはずだった神の息吹をも叩き潰してみせた。折れるはずのなかった俺の信念もろともな。俺はお前たちの絆に負けたってことか。そうじゃねえ。リムとお前の絆がお前を止めたんだ。あなたの腕なら確実にリムの急所を打ち抜けたはず。意識して外したとしか思えないわ。さあな。俺にもミスはある。お前には負けちまったが、俺は絶対に立ち止まらねえ。いつか必ず正しい世界を作り直す。お前には分からねえだろうが、俺は一人俺の道を行くしかねえんだ。アディオ、お前は一人じゃねえぞ。いまいましい野郎だ、モンキー・ディ・ルフィ。俺の一族の証だ。島に埋めるなり誰かにくれてやるなり、好きにしてくれ。うるさい海軍にもう一度俺の力を見せつけてやるか。あいつとの思い出の場所、これ以上めちゃくちゃにされるのも尺だしな。何してやがんだ。おい、アディオ。ワフルドを頼んだぜ。俺の家族の島だ。おい、アディオ。おい、
なんねえか。キューブには傷一つないわ。やはりアリオは分かっていたのかも。神の息吹は破壊されたようだな。強大な力を持つ手駒が一つ消えたのは痛手だが、それも仕方あるまい。あってはならない歴史は再び闇に葬られた。ないわね。趣味なのよ。好きにさせてあげて。修行だ。ふん、そんなに修行が好きならメモリアで強い敵と戦ってみる。もう十分よ。これ以上の面倒はごめんだわ。そうだ、俺たちは力を取り戻した。危ねえのはもうお断りだ。残念、お宝も手に入るのだけど仕方ないわね。ゾロ、ウソップ、サンジ君、みんなを呼んできて。冒険よ。この流れでどうすりゃそういう答えになるんだよ。本当に行くのかよ。もちろんよ。お宝のためならあんたたちの命をかけても悔いはないわ。自分の命をかけやがれ。メモリアでこのキューブを探してみて。黄色いキューブを見つければいいのか。見つけたらどうなるのかしら。それは見つければわかるわ。まさか見つけ出すのが修行ってことはねえだろうな。どう？やってみる？挑戦する気になったら話しかけて。